皆さんおはようございます。皆さん腹筋はしていますか？今日は5分間でできる腹筋トレーニングについてレクチャーしていきます。5分間僕にお時間ください。さあ皆さん頑張ってやっていきましょう。まずは腹筋から。上体を上げるときに腰のバネや腕の力で上げないように注意しましょう。3、2、1、吐く息と同時に上体を上げるように心がけ、肩甲骨を中心に上体を上げたり下げたりを繰り返します。それ以上引き落としてしまうと腰のバネを使って上体を上げることになってしまいます。注意しましょう。3、2、1。次は横の腹筋です。膝の横にタッチするように上体を引き上げていきます。スピードにこだわらず的確に腹筋を潰すように上体を上げてきます。上体を下ろしすぎないように、腰のバネを使わないように注意しながら吐く息と同時に上体を上げてきます。3、2、1。次は反対、吐く息と同時に上体を上げ腹筋をしっかり締めていきましょう。疲れが出てくるとスピードを維持できなくなるかもしれません。ゆっくりで構いませんから、しっかりと腹筋を潰しましょう。腰の反動を使わず下ろしすぎないように注意をしてください。3、2、1。次はお腹の真横とお尻の刺激になります。大事なポイントは姿勢を崩さずしっかりと引き上げることが重要なポイントになります。腰を引かずにしっかりと引き上げて、お腹の横とお尻に刺激を入れます。スピードにこだわらず丁寧にゆっくりで構いません。行っていきましょう。3、2、1。次は反対です。同様に姿勢が大事なポイントになります。頑張りましょう。できるだけ姿勢を崩さず胸を張り、背中を丸めないように心がけてください。しっかりと腰を引き上げないとお腹の横に行きません。浅くやらず丁寧に大きく動かすように心がけましょう。3、2、1。次はプランクです。まっすぐ立っているかのようにしっかりとした姿勢で正しく行っていきましょう。しっかりと呼吸を深く吐き、お腹に力を入れた状態で腰が落ちないように心がけましょう。背中が丸くなってしまうと肩で支える形になるので意味がありません。注意をしてください。3、2、1。次は仰向けになって足を下ろし上げるという腹筋運動になります。注意する点は腰が浮かないようにすることです。膝を曲げていただければより楽な姿勢で行うことができます。まっすぐ伸ばす必要はありません。腰が浮かないように、腰の力を使わないように腹筋の力で引き上げ下ろしていきます。3、2、1。次は足を大きく前後に動かしながら股関節周りの筋肉を鍛えていきます。肩甲骨がやや浮くところまで上体を上げていただき、股関節膝を大きく回しながら動かしていきます。余裕がある人はこのまま上体をひねりを入れていきます。3、2、1。次はプランクからの姿勢の足を上げた状態を作っていきます。足を上げた形に入る前に正しいプランクの姿勢を作り、足を上げていきます。きつい場合は膝をつけていただいて構いませんが、プランクの姿勢が崩れないように注意しましょう。3、2、1。さあ反対です。あと少しです。頑張りましょう。3、2、1。疲
れが出てくると腰がどんどん落ちてきます。腰が落ちてきた方は膝をついていただいて構いません。正しく綺麗な形が整うようにうまく調整しましょう。はい、皆さんお疲れ様でした。5分間よく頑張りました。はい、皆さんお疲れ様でした。前半ですね、腹筋の収縮する運動が強くかかっていたのでプランクを入れることで少しレストを取っているというイメージになります。アウターマッスルのトレーニングをするのはいいんですけど、止める力のために必要なアウトマッスルを鍛えているというイメージです。最終的には皆さんは地面に立って体を姿勢を整えて歩いたり走ったりしますよね。そういった時に背中が丸くなるだけの運動をやっていては体の体幹をしっかりと活かした運動ができません。最終的には体をしっかりと伸ばし姿勢よく体が使えるようにコントロールするためにアウトマッスルを鍛えた後にはインナートレーニングを合わせて行うようにしてみてください。5分間頑張って継続してくださいね。タナでした。